あのさ、俺と西宮友達になれるかな。わあ、お前さ、もっとうまくやらねえとうざがられちゃうんじゃねえの。友達気持ち悪い。俺最低な人間だから、本当は生きてちゃまずいやつだから、せめてもう西宮を泣かせたくないって思っただけで。またね。いいのか。俺行かなきゃ。お、西宮。最初はさ、俺みたいなやつ受け入れてくれたんだ。ごめんね、小学校の時。シュは頑張ったんだね。いや、君はすごいよ。怖いかどうかは乗ってから決めることにしたの。ありがとう石田。とても簡単な言葉なのに理解してあげられなかった。ちなみに西宮、俺はさ、翔子あのさ、西宮、君に生きるのを手伝ってほしい。映画、声の形。